こんにちは。あ、こんにちは。カンタ君よろしくね。あ、よろしくお願いします。今日は3年生部員1人のカンタ君が後輩を全国へ連れていくドキュメンタリー撮っていくからよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。じゃあ、これっていつも通りやったらいいんですかね。あ、そうそう。いつも通りやってくれたら大丈夫。あ、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。選手権そろそろ始まるから気を引き締めていこう。引退はカンタだけになるけど、みんな力貸してやってくれ。お願いします。カンタ君。あ、はい。監督に何て言われたの？まあ僕3年生で引退かかってるんですけど、みんな力合わせて全国優勝を目指して頑張ろうっていう話をしてました。ああ、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。明日から選手権始まる。明日の対戦相手は全国毎年出てるチームやけど、悔いの残らんように頑張ってやっていこう。はい。じゃあ解散。はい。カンタ君。はい。明日の選手権頑張ってください。はい。じゃあ最後に一言意気込みお願いします。3年生僕一人なんですけど、まあ負ける気持ちはないんで、全国出てしっかりアピールしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。あ、おはようございます。おはようございます。今日はぐっすり眠れましたか？いや、ちょっと緊張であんま眠れてなかったですね。まあでも今日足つっても走り抜くっていう気持ちで頑張っていきたいと思います。はい、頑張ってください。はい、お願いします。カンタ君。はい。今のは何してるんですか？まあ験担ぎですね。まあ僕これやったらよう点決めるんで。ああ、まあ最近決めてないですけどね。あ、そうなんですね。まあでも今日は最近決めてない分決めていこうと思ってるんで頑張っていきます。はい、頑張ってください。お願いします。いやー、アップからひときわ目立ってますね。やっぱ気合が入ってますね。あ、集合するみたいです。ついていきましょう。はい、最後フォワードタカとレンで行くわ。以上スタメン。カンタはスタメンじゃないけど、いつでも出れるように準備しておいてくれ。はい。カンタ君。はい。どうでした？まあスタメンではなかったんですけど、まあいつでも出れるように準備はしとこうと思ってます。はい、頑張ってください。はい。いやー、前半で0対2で負けてんのか。後半からカンタ入れたらもっと悲惨なことになるな。どうしようかな。あー、0-2か。でもここまで押されたんすごいな。まあとりあえず同点まではいけそうやけどな。はい、前半お疲れ様。ベンチのやつちょっと水とかあげて休ませたれ。水水水、飲め飲め飲め。水水水。カンタ君献身的にチームのために動いてますね。後半やけどこのメンバーのままでいくわ。攻めれてるとこあるから、そこはしっかり攻めて手も決め切っていこう。カンタ、いつでも出れるように準備しといてくれ。わかりました。後半半分いったけど 0-2 のままか。1点はここら辺で入れときたいな。うわ、ここで1点決められるのはきついな。やばいわ。カンタ。はい。ラスト10分、試合出るぞ。はい、はい、もう追っかけ回して悔いのないように出し切ってこい。わかりました。後半10分ってもうお情けやんけ。どうやって点決めんねん、こんなん。お、マジか、あいつ決めよったぞ。え、うわ、入った。マジかよ。おい、抜けた、裏抜けたぞ。行くんちゃ。いや、決めよった。さあ同点やん。いや、中振り。いや、また決めた。逆転やんけ。あいつやばいな。しゃあ、試合勝ったぞ。